こんにちは、ゆとなみやです。皆さんご無沙汰しております。少し前に1ヶ月ぐらい毎日更新をしたんですけど、逆にあえて更新を全然しない月があったらどうなるのかみたいなところも見てみたりとか、別に試そうと思ったつもりはないんですけど、気づいたら全然更新できてなくて、それでも TikTok から増える人もいたりとか、配信つけてない時でも登録者数増えたりとかしてたりなんかしちゃって、新しい動画まだですかって言われたりとかもして、楽しみにしてくださってる方がいるっていうのは嬉しいことなので、更新したいなと思いつつ、本当にバタバタで全然できずで今があります。とりあえず今さっき TikTok の配信が終わったんですけど、ヨーグルトプチ断食をしてまして、2日間ヨーグルトと野菜ジュースしか摂取しないみたいなプチ断食を久しぶりにしてまして、結果お腹めちゃくちゃ空いてますね今1日目です。あと明日ねやりきったら終わりなんですけど、なんかわからないんですけど、とりあえず動画撮った方がいいような気がして、もう絶対に今日中にしないといけないっていう仕事は終わったので、食器を洗う前に動画を撮っています。どうしましょう。とりあえずパンダ配信をね、最近リビングでしてるので、配信部屋はなんか電波ないみたいで、なので近くにあるパンダがこれしかなくてですね、こんな感じになってるんですけど、一見手がないように見えるじゃないですか。でもちゃんと手があるっていうどうでもいいどうでもいい感じなんですけど、こういうパンダがしかなかったですね、キッチンには。マイクも普段はマイクをちゃんと使ってるんですけど、今日はもうマイクを取りに行ってたらもう動画撮りたくなくなるんちゃうと思って、そのままマイクなしで撮ってます。では何しましょう。本当は6月の過ごし方みたいなのやりたかったんですけど、もう今日24日日付、今ちょうど日付変わって25日残りの6月の過ごし方についてとかでもいいですかね。需要ないですか。需要ないですよね。どうしましょう。でもなんか運気の変わり目をすごい感じるから、ご縁のある人が見るかなって思ってるんで、今日は更新また頑張りますよ、ぼちぼち頑張っていきますよっていう報告とともに、残りの6月の過ごし方みたいなのを捨ててもいいですか。いいですよ。はい、そうしましょう。なんかね、芸能人の鑑定とかもしていきたいなって思うんですよ。リクエストいただいたりとかもしてるんですけど、でもなんかやっぱり芸能人はあんましない方がいいかなって思いますね。なんか怖くないですか。芸能人の鑑定とかもしん方がいいなと思って。6月のカラーが黄色と、見えるかな、こうどうやって変えていくかみたいな全然考えてなくて考えてないがゆえにこんな感じになっていきますよね。これちょっと私の仕事部屋に戻れてなくて、娘たちの
色鉛筆を使ってみますね。使ってます。色としては黄色、グレー、赤、青となってますね。なんか7月から結構なんかね、結構7月から何かがガラリと変わる人が多いかな。変化スタート、なんか新しいとか。なんで引いたこれ。7月で変化したりとか、スタートをしたりとか、新しい何かが始まったりとか、始めていくみたいな感じになっていくんですよね。自然と運気が変わったなって思う人も多いと思うし、何か始めたいなって思ったりとかする人もいると思うんですけど、それに向けて6月残りの5日ぐらいですか、30日ですか、6月は。残りのね、6月を過ごしてもらえたらなと思ってて、黄色は結構ね、お金系だったかな、お金の黄色が出てた。これは臨時収入だったりとか、お給料アップだったりとか、なんかね、昔なんかへそくりが出てきたりとか、なんかラッキーなお金が入ってきたりしやすい感じの黄色。グレーがモヤモヤしてるんですよね。6月めっちゃモヤモヤする人が多くて、それって7月にステップアップするためのモヤモヤだったりするんですよ。なのでこの6月ってしっかり悩んでほしいなって思ってて、そこをなんていうのかな、覚悟決めて次に進んだりとか、逆に覚悟決めてお別れしたりとか、何かを切り捨てたりとか、違う世界に飛び込んでいったりとかするために7月にそう新しいところに進んでいくために、6月はしっかりモヤモヤを解消するというか、モヤモヤと向き合わなければならないみたいな感じなんですよ。なのでこの6月はしっかり中途半端にしてることにけじめをつけるというか、後回しにしてる問題だったりとか、もうちょっとなんか後で考えようかなとか、また今度してみようかなとか、そういう風にしてるモヤモヤを解決させるのが6月の過ごし方。もうちょっとで終わっちゃうけど。でそのモヤモヤに対しての赤は、やっぱり何かを決める時っていうのは覚悟が必要だし、強い気持ちを持たないとダメなんですよね。だからそういうための赤、強い気持ちを持って動かないとダメですよ。なんか中途半端な気持ちではこの7月の新しいスタートみたいな新しい変化は受け入れられないかな。字もめっちゃ汚いんですけど、青はもう本当に冷静に見る、冷静に見ていきましょうみたいな感じですね。そのモヤモヤに対してなんか、なんか多少のねノリとか勢いとかも大事だとは思うんですけど、
後悔のないようにしっかりいろんな物事にモヤモヤと向き合って、6月に答えは出さなくていいんですけど、7月からスタートっても7月1日からスタートって始まるし、早い人だったらもう今からね7月の運気ってもう来ちゃってるから、まあ、決めてもいいんですけど、まあ6月にある程度決めて進んでいくっていう気持ちが大事かなって思います。こんな感じかな。でなんかもしその悩んでることがあってどっちにしようかなってなった時に嫌やなって思う方は選ばない方がいいかな。その道そっちを選ぶのは嫌だなとか、そっちに行くと嫌な気持ちになる、自分が嫌な気持ちになるんだったらそっちを選ばない方がよくて、ただ嫌じゃなくてそっち選んだらしんどそうだなとかだったらそっちを選んだ方がいいかな。しんどさとかはしんどいだったらそっちを選んだ方がいいけど、嫌だっていう気持ちがあるんだったらそっちを選ばない方がいいかな。7月からは結構運気上がっていく方もめちゃくちゃ多いから、新しいスタートだなって思えるように今のうちに準備するみたいな感じで過ごしてもらえたらなと思います。パチパチ。ちょっと久しぶりに書いたのと、ペンが使いすぎちゃってて、もうペン先がもう丸々伝わらないですけど丸々なのでこんな感じになりましたけれども、いかがでしたでしょうか。なんか6月ね、梅雨とかもね、6月も雨ばっかりでうんざりしますし、なんか気持ちもねどんよりするかなとは思いますが、そんな中でもね楽しいこと見つけたりとか、なんかね楽しいことない人は体動かしたりするだけでも気持ちが晴れたりすることもあるし、運動が嫌いだったら一人で叫ぶもよしだし、外で叫んだらまあちょっと怪しい人だなって、怪しい人かもしれないって警戒される恐れがあるので、まあ、カラオケとかに行ってもらって一人で歌うのもよしだし、何か発散しながら楽しく過ごしていただけたらなと思います。また動画を更新できるように頑張りたいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。またねー。